はい、どうも、こんにちは。こんにちは。ギーチャーハンです。お久しぶりのツーショットになりました。今日は何ですか、この。今日は、前回勝手にやった質問コーナーで、カチアイの質問募集って言ったら、たくさん来たので。今日もね、ギーチャーハン、これ。マスク。いつかやる視聴者プレゼントや。はい、そこで皆さん、僕からもちょっと言いたいんですよ。ほう。前カレンダーくれたじゃん。あ、はい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 。僕いろいろ考えたの、あれの仕返しをなんかしてやりたいなと思ってさ。お返しじゃなく仕返しのあたりが怖いな。ということで皆さん、僕ね、ちょっと誕生日プレゼントしたいなと思いまして。ほう。あ、誕生日いつやった？3月13日。ついさっきか。ついさっきだよ、ね、ででんてれれれってれー俺からのプレゼント。へえ。ほんとさ、これにだけど入らんかったで、それ裸だけどるわ。はい、なんかいただきました。いただきました。てれれれってれー。わかるかな。マスクが届きました。なるほど。おそろ。視聴者プレゼントこうなるねんな。こんな感じに届くねんな、多分。じゃあ多分こういう風に届きますよ。こんな風に。これちょ開けてつけてみてくださいよ。すげえ、なんか思った以上にガチなの来ただろう。こんな感じ。ほい。そう、じいちゃん、マスクの話全然されんくなったから、なんだろう、まだ届いてないんかなとか、そんなあれだと思ってたけど、渡そうと思っていろいろあったらいろいろことがあっていろいろ伸びちゃったけど。はいはいはい。ちょっとほんで色変えてみたら、そっちとこっち。何が違う？じ、色が、じ、赤色が。そんな違う？俺ちょっと薄い、朱色って。、うん、ありがとうございます。いえ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 。というわけで、これで私の役目も終わりました。まだ動画始まったばっかりですけど。じゃあ行きましょう。その質問、うん、前回あのかっちゃんに質問ありますかって言った時の質問コーナー、うん、では一つ目、あなたが霊に取り憑かれてるんじゃないのっていうくだりがあったじゃないですか、前回。おうおう。で、あのいくつか霊体をまとってるってい う, うどんな霊をそのなんていうの、取り憑かせてるとかまとってるのか。相性、相性っていうか、わざわざまとってる霊は選別してその、うん、こいつこいつにしようみたいなのなのか、その場にいたのをたまた、なんていうの、適当にくっつけただけなのか。ああ、相性じゃね、相性っていうか、なんやろうな、フィーリングがあるんじゃないの、そういう。いやだな、そんなフィーリング。だって相性とかフィーリングっていう何かあって、その選んだんじゃないの。幽霊のフィーリングいらんな。俺そこいらん、わからん。なんか無意識に選定した感じ。うーん、なんだろう、抹消されてないやつがおるって思えばいいのかな。抹消してく、抹消してく、今までにあった中で。そう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 。いいのがいたら捕まえてこようっていう、なんかポケモンみたいな感じになってるの、それは。そうそうそう、ゲットしてるの。いや、多分居心地悪いやつは消えてくんじゃない、勝手に。ああ、うん、居心地おるの、気持ち、こいつのそばにおるのは居心地いいなっていうやつが今残っとるっていう程度じゃないですかね。ああ、こっちで適当にそのなんかひっつかせて、うん、そう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 、合う合わないで勝手に向こうが、うん、あと悪いことがあったらイライラした時は抹消するとかさ。理不尽なんだよな。そう。もう完全にだってブラック上司だもん。だから別に相性を生むなんて言って、相性、相性に入るのかな、これも。うん。まあでもちゃんと選ばれたというか、そういう、それでまとまってるのはあるんだ、じゃあ。だから、うん、今この霊体が今僕には何にも悪いこともない、いいこともない、いいことが欲しいっていうのもあるんですよ。うん、まあそこまでは協力してくれないと。協力してほしいんですよ、うん、本当にね。この霊体を使ってロト6ぐらい当たらんかなと思ってるんですけど。そういう気持ちです。欲がなんというか。幽霊も呆れるわ、そりゃ。本当。答えになってねえな。相性です。なってるっちゃなってるんじゃないのかな。
あの天狗神社、あの、はい、あのもや取れたじゃないですか、はい、あの幽霊は、はい、天狗神社のその信者などを語った宗教観の人が霊になって出てきたものなのか、それともなんか別のものなのか。あ、ま、あれは多分信仰の深かった人だと思います。それに対して僕らがまあなんちゅうんですかね、その土地、僕らが来る前に騒いだり荒らしたり何かした人がいたんでしょう。おお。うん。それに対する僕らの対するその何？警告っていうか。警告っていうか威嚇？うんうんうん。うん。カメラ向いて。威嚇っていうか、うん。多分まあ僕の相性も多分あのさっきこの前その映った人との相性は全く良くないですね。ああ。うん。うん、あれ味方になったってか、ああいうモヤクラスのやつ味方になったら強いんだろうなって思うんだけどね。強いっていうよりか嫌だな俺は。だからあれは相性も悪いし、要するに僕らが行く前に誰かが、ああやっぱりその騒いだり騒いでなんか、うん、いろんなことを散らかしたり、触らんでもいいものを触ったりして、だからまた同じことされるんじゃないかという威嚇ですね。うん、まあ基本的にそのもや取れる場所って何かしら前に人がいて荒らしたっていうこと多いからね、俺らでもやっぱり。そう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 、だからあれは僕らに対する威嚇で、うん、今後行くときは、まあ、バチが当たるぞっていう、今度来たらバチが当たるぞっていう感覚だっていうと思ってもらえれば大丈夫です。うん、あとその今言ったそのもやの、うん、あの例以外にもいくつか例が、うん、そのそこにいたりしたんですかっていうのは。ああ、あのね、天狗神社のとこには例はほぼほぼいないって言って、あの通りがすごい、俺らが階段で撮影したとこ、あの辺はもう大しているかいないかって言ったら天狗神社自体はいねえぞ。うん、それは天狗神社 の、 あの行く通り道あったじゃん、あの本当に階段登る前 の、 あの山道ってか、土の道、そう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 、あの時点がもう幽霊が出た方が、うん、出る方が多いかもしれない、率として。取りに行くならば天狗神社まで行くあの階段までの間の山道の間だけ、山道を取りたけ、取りたい人はそこを取っていった方が取りやすいと思う。なるほど。うん、まあ天狗神社に入ってからの取れない取れない言ってたりやばかったからね。そう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 、だからあそこよく取れるのは本当階段のから出口の、俺らが僕らが歩いてくるあの道、うん、あの階段含めたその天狗神社の敷地より前のところ、そう、うん、その辺りが一番取りたいな、心霊写真オーブいろいろ取りたいなと思えばそこの辺りを取れば取れます。おお、うん、今日真面目やな俺。いつもそれでいいのよ。あ、そうなの。次の質問いきましょうか。おう、かっちゃんに質問。すれ違ったり飲食店で近くにいた人でこの人悪いものついてるって感じる時あれば聞きたいかなって。あ、ありますか。それはもう悪い人がついてるとか、うん、それはもう霊感ある人は大体気づくんじゃねえ。あ、うん、例えばそういうマックで並んでる時にその前の人、うん、後ろの人がなんか悪いもの疲れてるなっていうのは、それはもう確実。へえ、うん。ちなみに一番つい最近でそういうのなんかありました、いつぐらいです。結構あります。最近、最近ではうちの身内。あの動画出演してくれた娘ちゃんたちではないことは祈る。じゃない、僕の妹にあたる方だね。妹だね。おお、うん。うん。それはあまり深く聞かない方が、動画にしない方が良さげ。ここまでだろ。あの取り憑かれとる人
と取り憑かれてない人って見分けはほぼつかないと思うけど、だいたいそういう人って一人になると本当に鬱みたいになる。鬱を見とる人、鬱病の人のような感覚が多い。よくあるやん、あの人前では無理してるような。そうそうそうと思うけどね。最近はだってなあ、コロナで生活が偉いから死んでいく、自殺していく、いじめで死んで自殺していくって、うん、うん、そういうのとはまた違うでな、自殺の仕方が。まあ確かにね、うん、年々なんていうの、自殺のなんていうの、死ぬ理由はいろいろ増えてるけど、うん、だからそういうのも意外とそういう悩みのさあいた人たち、まだそれ は僕もはっきりは言えないんだけど、うん、そういうマイナスの系の、ね、何すんの、ネガティブな考え方の波動があった幽霊がそこにポンと入って、いややっぱし私は死んだ方がいいんだって思わせるやつも中にはあるからさ。例えば仕事で鬱になった人がその仕事で鬱になった幽霊に取りつかれて、そのまま引きずられていくようにみたいな。俺はやっぱ死んだ方がいいんだとか辛い思いができて深くなっていくごとに取りつかれる確率は上がる。上がる、それは上がる。あ、うん、叩かれて叩かれて生きとるやつもおるじゃん。そういうのって大体ポジティブに考えるや、物事を。まあお叱りがあった、でも真摯に受け止めてっていう、そういうなんかいい風に考えれる人はね。だから政治家なんか死にゃしねえや。お金いっぱいもらってるもん。え？お金いっぱいもらってるもん。プラスにもなれるさ、あれは。本当？だから、うん、結構ね、いじめとかであって、そういう時にそういう時につけ込む例って結構おるのよ。いや、そんな熱らしいっていうほどのことでもないんだな。結構なんか頻繁にありそう、今のご時世だと特に。